皆さんこんにちは。またオイストサイエンスの時間がやってきました。今日はスライムを作ってみましょう。これもお家で手軽にできますよ。地球上にあるほとんどのものは固体か液体か気体のどれかなんです。少し難しい言葉で言うと、これらは物質の三体と呼ばれています。でもちょっと変わったものもあります。スライムとか、スライムは放っておくと液体みたいにドロドロしますが、手に取って遊んでみると硬くなります。これは液体？固体？不思議ですね。実際にスライムを作って調べてみましょう。必要な材料はこんな感じです。硝酸 1g、 水 100ml、 洗濯のり 100ml、 ラベルに PVA と書かれているものを準備してください。それから食紅または絵の具適量です。始める前にお願いがあります。必ず大人の人と一緒に作ってくださいね。硝酸は刺激が強いので、作っている時に目をこすったりしないこと、そして終わったらきちんと手を洗ってくださいね。それでは準備はいいでしょうか。レッツスタート。まず硝酸を入れた容器に水を入れます。硝酸の粉が溶けて見えなくなるまでしっかり混ぜます。さっきとは別の容器に洗濯のりと食紅または絵の具をひとつまみ加えます。色はお好みで。最初に作った硝酸入りの水をゆっくりと洗濯のりの容器に注いでいきます。少しずつ少しずつ、これを混ぜると中身がゼリーのように固まります。スライムになるまで頑張って混ぜましょう。ぐにゅーっとしたものができました。手に取って触るとだんだん固くなってきます。でも放っておくとドロドロ溶けてしまいます。これってどうなってるの？実はこれポリマーの仕業なんです。ポリマーは長い分子の鎖でできた物質で、洗濯のりの成分ポリビニールアルコールにもたくさん含まれています。とってもツルツルしているので、これだけでは固まりません。でもそこに硝酸を加えることで、洗濯のりのポリマーと硝酸塩による化学反応を起こし、スライムへ変化させることができるのです。このプロセスを化学の言葉で化強結合と言います。ツルツル滑るポリマーたちをしっかりと結びつけて、弾力のある塊にしてくれます。今日紹介したのはポリマーの面白さのほんの一部。ここオイストでは科学者たちがポリマーの新しい研究に取り組んでいます。このポリマーは引っ張るとなんと光るのです。この特徴を活かせば、例えば建設工事の現場などで脆くて外れそうなところがあると光で知らせてくれるかもしれません。他にも液体が細いパイプをスムーズに流れるようにするポリマーもあります。これは病気を治すための医療において使えるような、とっても大事な技術なんです。ということで、自分だけのポリマーを作って楽しんでみましょう。遊んだ後冷蔵庫に入れればまた次も遊べます。スライムをペットにしちゃいましょう。ビデオを見てくれてどうもありがとう。またお会いしましょう。バイバーイ。